ゴール目前のソーセージたちソーセージレースはメジャーリーグのミルウォーキーブルワーズの本拠地での試合で開催されるマスコットによるアトラクション6回表裏終了後に出場者がソーセージの着ぐるみをかぶってスプリントレースを行い観客が勝者を当てるものミルウォーキーにあるソーセージ製造会社クレメント S ソーセージカンパニーのプロモーションのための催しで ブルワーズの本拠地の名物にもなっている。メジャーリーグの本拠地球上のスコアボードに大型スクリーンが導入されるようになってから、1980年代には、このスクリーンを使って仮想レースを上映するアトラクションが普及した。当時のブルワーズの本拠地、ミルウォーキーカウンティスタジアムにおいても、当初ソーセージレースは1990年代初頭から、 始まったスクリーン上だけの催し物だった。1990年代半ばに、当時、ブルワーズの副社長をしていたローレル・プリーブが、スクリーン上でレースをするソーセージたちが、子供連れが多い日曜日だけは子供たちの目の前に、現れる、といういたずら半分のアイデアを出した。1994年5月29日の日曜日、ロビンヨーンとの背番号、19を、 永久欠番にするセレモニーが行われた試合で、ソーセージたちは初めて観客の前でレースを行った。このイベントは好評で、最初ブルースとポリッシュ、イタリアンの3本だけだったソーセージは、1990年代半ばにホットドッグが加わり、2000年頃までにブルワーズのホームゲームで常に行われる催しになった。21世紀に入って、ブルワーズに、 ラテン系のファン層が増えてきたことに高応する形で、2006年シーズンから新たなソーセージ、チョリソが一体加わった。レースをするマスコットの正式な名称は、このアトラクションのスポンサーであるミルウォーキーのソーセージ製造メーカー、クレメント社の社名を取り、クレメントエスレーシングソーセージズという、2009年現在以下の5体のマスコットが登場する。 なお蒸気マスコットの名前はクレメント社が命名したものだが、球場などではほとんどの場合、ブラッド、ポリッシュ、イタリアン等の呼ばれ方をされる。ソーセージの着ぐるみは大きいもので、高さ7フィート3インチあり、頭から膝の高さまですっぽりと被るものになっている。マスコットは球場以外でも様々なチャリティーや事前事業などに登場しており、ブルワーズのゲームがない日は、 個人のパーティーなどへの出演を依頼することもできる。レース前のソーセージたち出場者として、主にミラーパーク及びミルウォーキーブルワーズの球団関係者が着ぐるみを着ているが、著名な野球選手が着ぐるみを着て、レースに参加することもある。マーク・グレース、パット・ミアーズ、ジェフ・ジェンキンスらは、ソーセージレースの出場経験がある。また1999年にブルワーズに在籍していた。 のむひでが2000年にこのレースに出場し、日本でも話題になった。他にもグリーンベイパッカーズのワイドレシーバーだった、ジェイボン・ウォーカーが2004年に出場したことがある。2003年7月9日、当時ピッツバーグパイレーツの一類種だった、ランドール・サイモンがこのレースに出場し、同じ出場者の女性をバットでこづいて転倒させ、怪我を負わせるという事件を起こしている。サイモンは、 試合後警察に逮捕され罰金を支払っている。ワシントン・ナショナルズは2006年から本拠地球上においてラシモアさんに掘られた4人の歴代大統領の着ぐるみによるプレジデンツレースを行っている。このアトラクションの発祥は2005年に PNC 銀行が RFK スタジアムで催したダラーダービーでアメリカ紙幣の1ドル。 5ドル、10ドルに描かれた3人の人物による自動車レースだった。タンパベーレーズは2007年頃から本拠地トロピカーナフィールドでペプチコ社の提供によるボトルレースを行うようになっている。登場するマスコットはペプチコ社のブランド、ペプシコーラ、アクアフィナ、シエラミストの3本である。アトランタブレーブスは2009年から本拠地のターナーフィールドで ザホームデポの提供による大工道具レースが行われている。マスコットによるレースのアトラクションはマイナーリーグの球場にも普及しており、バンクーバーカナディアンズの本拠地、ナットベリースタジアムでは寿司ネタの着ぐるみによる寿司レースも実施されている。福岡ソフトバンクホークスでは2014年から福岡や福岡、ドームでホットドッグレースを行っている。 3回表終了後にホットドッグ、ポップコーン、牛丼の着ぐるみが競争し、買った着ぐるみの商品が試合開始2時間後から半額で提供される。ありがとうございます。